またもうアルバム用の曲とかも作ってますよ。あ、そうね、この前撮ったやつかっこいいですよね、うん、かっこいいよね、あれ。まさかあの曲が入るとはね。あれ入るとは思ってない。あれがあれになっちゃうのか。あれがあれになっちゃうのか。あれは絶対想像してないと思うよ。そう、あれは想像してない。あれ想像してへんやろな。いやいや、でも今ちょっと今一回言っていい？あのね、アリッペが振ってくれたのは、トリプルセブンどうでした？そう、はいはいはい、へー、トリプルセブンは PV が素晴らしい。あ、素晴らしいっていうか自分で言うのもなんですけど、ほんま、あの何、楽しそう、うん、結構さ、だってメンバーが一人で映ってるのってほんと少ないよね。ないない、そうそうそう、ない、ほぼない、最初くらい、最初だけ、あとはずっと7人ずっと映ってますよ。そう、なかなかないよね。なかなかないと思うんです、本当に。はい、たった今ライブとアフタートークイベントが終わって、たくさんのお客さんが出てきました。いや、今日もですね、すごく楽しい、見ていても楽しいライブでした。それでは早速感想を聞いてみたいと思います。イエーイ、最高でした。最高でした。楽しかったです。楽しかったです。あの千秋ちゃんの髪が可愛かったです。可愛かった。ロング、またやってください。明日から頑張れます。新曲買います。買います。アルバム買います。みんなぶちかっこよかったけん、また待っとるよ。追いかけセブン。どうでした、ライブ。めっちゃ楽しかった。楽しかった初めてだったんですけど、もうファンになりました。なんか印象的なところとかあります？西、あ、そう、西子、面白かった。ライブに来たのが初めてで、すごいどんな感じなのかなと思ってたんですけど、はい、楽しかったです。またライブ来たいですか？はい、広島はいいとこなんで、また来てください。楽しかったです。楽しかったです。初めて行ったんですけど、はい、言いやすかった。また来たいですか？追いかけセブン。追いかけセブン。セブン。セブン。イエーイみんなノリが良くて本当に嬉しいです。いいですか？どこだけ。ライブ終わってどうですか？どうでした？めっちゃ楽しかったです。楽しかった。すごい歌が上手くて尊敬しました。あの新曲もトリプルセブンも聴けましたけど、どうでした？すごい盛り上がる曲で。CD 買おうと思いました。はいはい、これからも、テレビとかで応援しているので、頑張ってください。追いかけセブン。あの新曲のトリプルセブンも今日披露されましたけど、どうでした？もうすっごいもう明るい曲で、もうなんかどんなに辛いことでも頑張れるような気がしてきました。今日は本当にありがとうございました。これからも頑張ってください。超かっこよかったです。ありがとう。頑張ってください。追いかけセブン。追いかけセブン。皆さん追いかけセブン知ってますか？知ってます。知ってます？ちょっとじゃあ一緒にやってもらってもいいですか？追いかけセブン。以上、広島市文化交流会館から西田有沙がお届けしました。明日からもですね、この追いかけセブンの輪がどん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 広がっていくように、私と皆さんとぜひ一緒にこの追いかけセブンのポーズをやっていきたいと思いますので、皆さんご協力よろしくお願いします。次回もここ広島市文化交流会館からお届けします。次のレポーターは、今までこの追いかけセブンで配信していない、今までに見たことないぐらいの規模でですね、追いかけセブンを皆さんときっとやってくれるでしょう。ということで、次回も皆さんお楽しみに。それでは追いかけセブン。